SAP コンカは経費精算や出張、請求書支払いといった経費の発生から支払い、その後の分析までを統合した世界中で最も支持される経費管理クラウドです。経費規定に自動で準拠するシンプルな申請・承認プロセス、面倒な確認作業の外部委託も可能です。これまで経費精算は現金で支払い、予定表を見ながら経費情報を入力、紙の領収書をのり付けしていたため、ビジネスパーソンは多くの時間を経費精算に費やしてきました。2020年、キャッシュレス決済の利用明細データがあれば領収書の受領が不要となり、デジタルトゥデジタルでつながるビジネスキャッシュレスが実現しました。コンカーエクスペンスが提供するビジネスキャッシュレスの世界を代表的な利用シーンを例にご紹介します。取引先への移動では、交通系 IC カードとの連携により、利用区間や運賃、日付情報が鉄道会社から直接コンカーエクスペンスに届き、自動で取り込まれます。またタップトゥーエクスペンスを使えば、スマートフォンで読み取った情報をコンカーエクスペンスに送ることもできます。お客様への手土産は QR コード決済アプリで購入、利用明細データは直接コンカーエクスペンスに連携されます。接待での会食も法人クレジットカードで支払えば、経費情報は自動で反映。またコンカーエクスペンスは出張、経費に関するさまざまな外部サービスとも連携。タクシー配車アプリとつなげば、利用データはコンカーエクスペンスへ自動的に登録されます。現金やチケットは不要になり、会食後はスマートにお客様をお見送りできます。経費の申請はスマートフォンから隙間時間で完了。会社の経費規定に合わない申請には自動でアラートを表示します。交際費利用は同席者や目的を入力、同席者は名刺管理クラウドと連携が可能です。アラートが消えればあとは申請するだけ。申請に迷ったときはユーザーサポートデスクを活用すれば専門のスタッフが対応、利用者からの問い合わせに経理部門が忙殺されることもありません。続いて申請を承認します。承認者は外出先でも申請内容の確認・承認が可能です。規定上限額を超えた接待など違反の可能性がある申請にはイエローフラッグでアラートを表示。承認者はメリハリをつけたチェックが可能となります。また予算管理ツールバジェットを使えば、全体の経費予算に与える影響を加味しながら承認することが可能です。コンカーエクスペンスは利用者だけでなく経理の働き方も変化させます。電車、バス代など少額で頻度の高い経費は一覧確認、一括承認が可能。詳細チェックは警告表示のある経費のみで済みます。経理部門での承認が終了すれば、コンカーエクスペンスから会計システムにデータ連携することができます。経理部門にとって申請内容と経費規定を一件一件突合するのは大きな負担です。オーディットサービスを使えば、確認作業は SAP コンカーにお任せ、経理部門は審査済みの情報を承認するだけ。ここまでキャッシュレス支払いのシーンをご紹介しました。しかし、
どうしても利用明細が記載された領収書や現金支払いが必要な場合もあります。そんな時はエクスペンスイットの出番。スマートフォンのカメラで領収書を撮影すれば、 AI が写真を自動で読み取って経費明細を作成します。出張後などで大量の領収書がある場合、コンカエクスペンスと連携したスキャナや複合機なら、一度にたくさんの領収書を電子化できます。領収書を提出した後は、経理部員によるランダムチェックが終われば破棄できます。ところで皆さんは経費の利用状況、把握できていますか？経験値頼みのブラックボックスになっていませんか？分析ソリューション、インテリジェンスを活用すれば、経費の支出状況を可視化できます。高額の支出先一覧や、規定違反の多い社員をレポートにして、関連部門に配信し、業務改善に役立てられます。SAP コンカーは、分析レポートの作成や、日々の運用管理といった業務のアウトソーシングも提供。 SAP コンカーのプロフェッショナルのサポートによって経理部門の負担を大きく軽減します。監査対応も SAP コンカーならスマートに。倉庫から書類を取り寄せたり、キャビネットを探し回る必要はありません。システム上で該当書類を検索し取り出すことが可能です。デジタルトゥデジタルでつながる SAP コンカーのビジネスキャッシュレスは、経費精算にかかる時間を劇的に削減。社員はより付加価値の高い業務に集中でき、企業の競争力もアップします。さあ、あなたの会社のデジタルトランスフォーメーションを SAP コンカーから始めましょう。